うんとね、じゃあメールを紹介していきましょう。うんとね、え丸玉くん えー「先日カクテル作りの体験をしてきました」「初めてシェーカーを振ってみたのですが中に氷がたっぷり入るので持つ手が冷たいこと冷たいこといざ飲んでみると素材が混じりきってない味がしてバーテンダーの先生が作った方はめちゃめちゃ美味しく感じました」「バーテンダーさんってすごいなと思いましたゆかにはシェーカーを振ってみたことありますか?」まあ本物のお酒を入れて振ったことはないけどさまあなんかあるよねなんていうのそうんていうの あ,あると思う多分あ別に何プライベートでじゃないよ多分仕事とかでなんかちょっと触ったことはあると思うこれさなんかさあのバーテンダーのイメージなんだけどさ完全にイメージをバーとか行かないからねあの羊みたいなさイメージなわけゆかりの中でなんかヒゲでちょびヒゲででなんかこう塩尾服でで手袋白の。 <laughs> もうイメージイメージだから行ったことないからイメージよ行ったことなくはないけどイメージよだからさあのー、これ冷たいからじゃない手袋 <laughs> 手袋してるかわかんないけどまず違うのかななんかねあのー、バーってさまあいい いいっぱいあるじゃん希望的にもさすっごい大きなもう何て言うのいっぱい人が入るバーもあればさもうこじんまりとしたさカウンターでちょっともう何店員さんが一人であちょっと彫刻団出てきちゃったけど <laughs> 袖から出てきちゃったけど <laughs> あの一 <laughs> 人でなんかこうやってらっしゃってみたいなさところもあるじゃんね。なんかねあのりがいったうーんそうなんだね。 なんかたまに話しかけられた時になんかちょっと顔も見ずになんかこうあの目が見れないから人のちょっと肩の辺りをこうやって見ながら喋ってるぐらいだからさうんちょっとあともうバーとかなんか全然まあ人とご飯食べてないかもやっぱあんまし食べなくなっちゃったねなんか集まって食べまあみんな忙しいっていうのももちろんあるけどだからちょっとなんか。 燻、うん、製のポテトチップスみたいなのとかさ出してくれたりするじゃん何かあの思ってたのと違うみたいな <laughs> <laughs> なんか思ってたのと違うやつ来たパカーみたいな「モマモマモモ」みたいなさ <laughs> なんかそういうのちょっとあんましうんでもちょっとやっぱ大人だからさうん行った方がいいのかなちょっとそういうとこカクテルと ハマキハマキを吸ってる人がいるのバーにあ,あそうさあ矢野さんが行くバーはなんかやっぱ私がい、ま、迷い込んじゃったバーみたいなとこなんじゃないそなんかいや怖かったもんあそこほんとお酒いっぱい並んでてさ「かくら坂バー多い」あそうなんだ。 えー、なんでなんだろうななんんんだだろろううでで多いんだろうでも全然見つけられなかったんだよもう素人すぎて神楽坂素人すぎて見つけられなくてあげく迷い込んだもう袋小路みたいなとこよただもうそれも今行ってみたら全然袋小路じゃない可能性あるけどねあ <laughs> 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 なんだここつながってんじゃんみたいな可能性はあるけどうーんそっかまあでも老舗のお店が多そうな気はするよねなんとなくね。うーんちょっと でももゆかりりちょっとシェーカーやりたいわなんていうのあのうんもちろん、うん、本当の何お酒が好きな人はさもうまずくて飲めないだろうからさゆかりが振ったシェーカーなんてさだからなんていうのちょっと王国民で許してくれる王国民に対してなんていうのゆかりママがちょっとう <laughs> しうしャ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 ってやるやつをなんていうのだからぼったくりを。 <laughs> もう先に先に言って <laughs> 宣言先にもう宣言しとくからそれもうここはぼったくりですっていう <laughs> それでも言い方はどうぞつったただあの何て言うのその料金のところにゆかりの愛みたいな,なんか漠然としたやつこう書いとくから <laughs> それプライスレスって書いといて <laughs> でもぼったくりよ <laughs>。 だからもうちょっとそういうのちょっとやってみたいけどななんかできないかなわかんないけど <laughs> あーゆかりんバーやりたいなあ <laughs> いやいやうつむいてる <laughs> なんかちょっとやらせてくれるとこないかなでも面倒くさいもんななんか人と喋ったり楽しいおしゃべりとか貸してくれるバーあるありそうでもさほら 貸してもらうにあたってさその日のさなんていうの営業が止まるからさ <laughs> もうちょっと大迷惑だよねそれだからちょっと難しいかもしれないけどあーでもはあ1時間だけゆかりんタイムとかやらせてくれるとこないかなわかんないもうなんかちょっとそういうのをやってみたいよねやっぱ人生楽しんだ方がいいもんねなんかね。 うん、ちょっっとやってみたいなそれではここで一曲聴いてください現在発売中のミニアルバム「i l o v e i ト t より田村ゆかりで「バニラバ」。